俳優、堺雅人、49、が主演を務める連続ドラマ、VIVANT、TBSK、日曜21時、阿部寛、59、二階堂ふみ、28、ら主役級キャストが揃い踏みの超豪華作品だが、メインとなる役どころでも、物語の最後まで活躍し続けられるわけではないという。元作は、堺演じる商社マンの乃木礼太助がテロ組織に流れた誤送金を取り戻すため、阿部演じる警視長公阿部野の崎森とタッグを組み、バルカ共和国を舞台に奔走する物語。テロ組織の幹部が残した VIVANT という謎の言葉が指すものについては、阿部らが第2話の段階で別班と呼ばれる自衛隊の影の諜報機関ではないかという推測にたどり着いている。そんなドラマの第1話終盤では、放送まで全く明かされなかった出演キャストである嵐、二宮和也、40、が、役所広司、67、と共に馬を操って登場し、大きな話題にもなった。しかし、その役どころは、二宮が役所に、父さんと話しかけたことから、両者が親子と考えられること、堺をピンチから救った地元に住む父、娘と何らかの関わりがあること以外、未だ不明だ。すでに作中では、堺に別人格があることが匂わせられていたり、味方かと思っていた日本大使、西岡、檀れい、51、が裏切り者だったなど、一筋縄ではいかない人間関係が描かれている。伏線とおぼしき小物や仕草、言動についても視聴者は様々な考察をネット上で繰り広げている真っ最中だ。そうした中7月12日、フライデーデジタル、講談社では、舞台系事務所のマネージャーの、とある主要キャストが物語序盤であっさりと退場しますという話が報じられている。役所広司か二宮和也が退場しそうな理由、退場する主要キャストとは一体誰なのか。すでに第1話で姿を消した現地俳優がいますし、第2話で存在感を示した警視長公阿部野崎のバディ、ドラム、富坂ドラム31、も途中でいなくなりそうだと見る視聴者も少なくありません。しかし、第3話の予告を見るとドラムは日本編でも出てきそうなんですよね。また彼は主要キャストとは言い難い。主要キャストとなると、堺さん、阿部さん、二階堂さん、あとは役所さん、二宮さん、松坂桃李さん、34、あたりですよね。松坂さんは第3話からの登場ですし、役所さんと二宮さんは第1話の終わりに出た後、第2話は、お休み。主要だからといって出ずっぱりとも限らないのは事実ですが、序盤で姿を消すとなると、制作会社関係者。制作会社関係者は、撮影場所に鍵があるのではないかと見る。VIVANT の制作費は1話1億円と言われ、とにかくお金をかけていることで注目を集めているドラマ。第2話までは、モンゴルの壮大な光景とド派手なアクションシーンで一気に視聴者の心をつかみましたが、第3話からの舞台は日本に移ります。今後放送されるバルカ共和国での場面も、すでに TBS が所有する神奈川県にある緑山スタジオで撮影していると言いますし、バルカ共和国シーンは緑山スタジオで撮るものがメインになってくると言います。つまり、日本での物語が中心となり、ドラマ内でバルカのシーンが縮小されていくと考えられるわけです。役所さんや二宮さんといった超一流キャストを起用するなら、モンゴルロケで多く活躍してもらいたいはず。それなのに、彼らがモンゴルの風景に登場したのは第1話の数分だけで、早くも舞台が国内に移るというのは、もういなくなるからでは、という考察がドラマ制作関係者の中では上がっていますね。今後もバルカ共和国のシーンがあるとはいえ、舞台の中心はあくまでも国内。出演料も高く、国内シーンには現れないであろう二宮さんや役所さんを撮影期間中、拘束し続けるとは考えにくい。VIVANT はスパイドラマですので、早々に二人のうちどちらかが銃弾に倒れる、そんな展開もあるのかもしれませんね。謎が多いが、常識を覆してくれそうでもある、VIVANT。あれこれ想像を巡らせるのも、視聴者にとっては楽しみであることに間違いない。画像、かっこよすぎる。役所広司&二宮和也、着物姿で髪をなびかせた乗馬シーン、モンゴル語で会話を繰り広げた役所&二宮。二宮の出演は放送時に明らかになった。サプライズ。